こんにちは。今回はヨーロッパのヴィンテージプリントシャツをご紹介させていただきます。改めまして、セーリング講師トールフリー担当の竹林です。現在トールフリーの商品はセーリングオンラインショップで展開しております。これから秋冬に向けて新作が入荷してきますので、今後もこのような形でご紹介させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はヨーロッパのヴィンテージのプリントシャツをご用意いたしました。ヴィンテージということで古着が苦手な方もいらっしゃると思いますが、今回はデッドストックに近い状態のいいものをご用意いたしました。サイズ感は比較的ゆったりめですが、パンツにタックインするなどして着ていただくことで、よりスッキリ着ていただくことができます。今自分が着ているのも今回入荷したヴィンテージのシャツになります。こちらもサイズは XXL と比較的大きいサイズとなっています。着丈が非常に長いんですが、こちらタックインしたスタイルもできるので、こちらも見ていただきたいと思います。はい、こちらがタックインしたスタイルです。身幅はやはりゆとりあるんですが、袖丈も肘を超えるような形で、ハーフスリーブといったところでしょうか。パンツもワイドめなものからスリムなものにも合わせていただくのもいいかと思います。ここから商品と合わせてコーディネートをご紹介させていただきます。こちらのシャツはポリエステルとレイヨンのコンボで作られているもので、柄も特徴的なのですが、素材がすごい軽いので、これからの季節に重宝するアイテムとなっています。こちらも同じくヨーロッパのヴィンテージのシャツです。アフリカンバティックのようなプリントのもので、一見強いデザインになっていますが、パンツも比較的スラックスやデニムなど幅広く合わせていただけるアイテムです。春夏に結構ポイントになってくるアイテムになるのかなと思います。今回セレクトしたものはレーヨンやシルクなど、そういうか柔らかい素材のものは多いんですが、こういったポリエステルコットンの張りのある素材や、こう凹凸感のあるリネン混紡のものですかね、変わった素材のものも混ざっています。今回はこちらで以上です。詳細はセーリングオンラインショップまたはトールフリーオフィシャルインスタグラムをご覧になってください。ご視聴いただきありがとうございました。